失敗したらなぜなのかなって考えてみることがとても大切です。そういうことをね、今日はたくさんね、ストレートなんかから学んでください。今日のこの、スクーリングですね、スクーリングは始まって、あとお家の方で家庭学習に行って、お家の人たちと一緒にいろいろとやってもらうこと、まだやってもらってもな、自分たちですることもあります。ぜひね、お家の人たちと一緒にそういうこともしっかりとやってください。むしろお家での家庭学習がでも楽しく大切です。今日お子さんと一緒に来られた保護者の皆さんがぜひ願いたいなと思うのは、今日お子さんがいろんなことを思ったり、でいろいろなところを、できれば発表したりするというふうに思います。そうした子どもたちの一つ一つにぜひ耳を傾けてください。保護者の方が先に出るのではなくて、子どもたちをどういうふうに思うかなということをぜひ待っていただければというふうに思います。中にはなかなか発表ができないお子さんもいるかもしれません。ただそのお子さんも必ず表情では参加すると思いますので、自分のお子さんのそういったところを見ていただいて、少しでもお子さんの良さを感じ取っていただいて、これからですね、お家での会話につなげていただけたらというふうに思います。ちょっと今日会場は暑い中、さらに、パワーポイント使いますので、なんかですね、締め切ってます。楽しんでいただければと思います。よろしく。